とさ、今回はかっこいいあのモノクロのなんかなんていうの、なんかブラック眉みたいな感じの撮影、楽しみ。かっこいい眉撮影、テーマはね、そう、まあ配信外で行ってきます。そうで、クラウン君があの送迎してくれるから。でクラウン君があのあれで、あのその間2時から5時まで撮影なんだけど、その間なんか配信するみたいだよ。でよかったらみんな無料アイテムね、あの投げてね。またあのだけどうちすごいみんな頑張ってくれたから、イベントあのそんな無理しないで、あのアイテムとかは強要してないから、無料アイテムをお願いします。まあ、クランクは2位なんだけど、あの両位までが入賞で、あの入賞したらあのふわっち学園のあの高校生のあの制服がゲットできるので、私あの JK のふわっち学園の制服ゲットできたから、今回だからあの2人で JK の格好するから、ふわっち学園ので、パンを加えて遅刻しちゃうって言って、でなんかあってぶつかって、ちょっとどこ見てんのって言ったら、クラウン君が制服でダリーみたいな感じで現れて、ちょっとそこの男子気をつけてよねって言ったら、クラウン君が無言でスタスタスタって言っちゃうの。何あいつ、でもかっこよかったかもってそれやりたい。そうだ、あの恋愛漫画でいう第1話の似合いそうだね、クランク制服ね。うん、ヘイトのおかげで1位取れたんだから、聖地にお礼したらどうかな。は？何言ってんの。間違いなくマユリスのおかげなんだけど、なんでヘイト向けられた私1位になれんの。キモくない？意味わかんないんだけど、何言ってんのマジで。頭おかしいよね、やっぱ頭おかしいよ。私ヘイト向けられて1位になったんだ。そんなこと思う人いるの。キモいからこっち来ないで。うん、あ、カシリスさん、まあ、せいさんリスナーさんか分かんないけど、あの来ないでください、うん、そんなね、ヘイト向けられて1位になれたら苦労しないから、苦労しないよね。じゃあずっと1位になれるの、今後もヘイト向けられる限り、うん、ね、嫌なっちゃうね。ごめん、ちょっと私ね、元彼ね NG ワードなんだ。まあでもぶっちゃけ、まあそのイニシャル T 君に関しては、イニシャル T 君は、まあ、実は匿名で応援してくれたんですよ、このイベント。だから、まあ、T 君のことは許してあげる、もう言わないであげるわ。イニシャル T 君ね、そう、匿名でね。そう、別にそんな収入もないだろうに、なんか応援してくれたから、まあ許しちゃってもいいよ。じゃあ、うん、まあ応援してる配信者率はかなり高し、言われてたらヘイト向けと思いだから、やべ、コーヒーうまいな、久々飲んだら。まあいろいろあったけどね、まあ過去だし、うん、朝から重い空気、いや全然全く
全然もうめちゃくちゃいい気分ですよ。いい朝って感じ。最近あのほらあの昼夜逆転したからさ、ね、最悪なんですけど、なんかさ、いつからかな、私冷凍庫さ開けててさ中が大変なことになってる。氷もさ、なんかおかしくなっちゃう、氷がもう何固まっちゃってガンガンガンって。1日ぐらいだったら大丈夫かな、多分 1日ぐらい多分ちょっと空いてたんだよね、1回で解凍、いや1解凍までは なってない、ただ解凍まではなってない、氷もほらなんかこんな感じ、なんかこんぐらいのなんつうのこうちょっとちっちゃくなって、でも氷だよねって、まあ、大丈夫っしょ。でなんとですね、あの私風邪ひいてたじゃんイベント中で、イベント中風邪、あ私からつったのかな、クランクも風邪ひきました。クランク今風邪ですね、熱で37度の、私も熱でさ昨日だから あの昨日ね、あのほんと具合悪くって、ね、ちょっと微熱っぽくて喉も痛くって、そしたらクラウン君がさポカリ買ってきてくれて、龍角さんと大丈夫とか言って買ってきてくれて、でそしたら次の日クラウン君が熱になっちゃって、自分で買ったあのポカリ飲んでた、クラウン君コロナじゃないね、風邪。そうそうそう、昨日ちょっと辛そうだった、そう。まあでも、昨日はめっちゃ寝た、でも結局何もしてない。おはよう、イベお疲れ様。あ、しーちゃん、しーくんありがとうね、しーくんね、しーくんもね、応援してくれてありがとう。あとですね、なんかいつもあのねクラウン君があのごちそうしてくれたりとか、あのいつもどっか連れてってくれるから、来週あの温泉旅行にマイが連れてってあげるんだ。まあ、あのカシン君じゃないや、クラウン君が運転するけど、行ってくるね。間違えた、カシン君じゃなかった、カシン君元気かな、間違えた、いやでもね配信するかちょっと分かんない、配信するかちょっと分かんないから、あの私はほらもう配信者だから、あの配信しようよとか、この日は配信してこういう感じにやろうよとかそういうタイプだけど、でもあの彼はあの普通 あの人だから、やりたかったらやるしみたいなスタイルだから、まあ合わせてって感じ。今日カレンダーの撮影初めてですね、撮影とかふわっちの、私別にどっちでもいいんだよ、配信でも配信じゃなくても、ただやっぱねなんかどっか行くとやっぱりこうリスナーさんのことを考えちゃう、ああここリスナーさんに見せたいなとかね、あの私リスナーさん思いだから、一緒に北海道、あ北海道なくなった、北海道なくなった、配信会も大切にしてほしい。いやでも私別に私の配信会を大切にするのはあのなんつうの、なんかね出かけるとかは別にあれなんだけど、ゆっくりしたい時あるじゃん、寝とふり見たりとかいっぱい寝たりとか、そういう日はやっぱ欲しいね、そういうのは別に大事にしたいタイプだけど。シャキクマありがとう、あうーちゃんありがとう、
あ、エンジおはよう。いや、見てない。ネットフリまだ見てない。2、3日ぐらい休まないと、ネットフリ見れない。うん。2、3日ぐらい休まないと。北海道ね、行くこと自体なくなった。だからどうしようかな。マネージャー面接いつにしようかな。その前にちょっと掃除しないとね、うちに。もう、実はですね、もう、5組面接決まってますから。ね、ほんとは那須も行きたかったんだけど、ちょっとね、三田さんが卒業してしまったので。5組もう決まってるんですよ。これもう2部制にした方がいいかな。そう、卒業5人からまあ連絡来た。日程決まったらぜひ行きますって、そう、三田さんもちょっと忙しくて、円満卒業ですよ。めちゃくちゃ寂しいけどね、本当に完璧な素敵な人だったから、うん、ね、まあ、特に募集してるのはマユリスで、マユのことを本当純粋に応援、マユの、まあ、三田さんみたいな純粋に応援してくれるような人が、まあ、理想かな。でも、うん、特にね、なんか男性だと私のこと好きになっちゃうかもしれないじゃん。前のこと好きになっちゃうかもしれないじゃん、ずっと一緒にいたら、うん、その可能性あるくない？まあ、できたらって感じ、できたら女性って感じ、うんうん、ならない、うんうん、女性もレズかもよ。あ、まゆちゃん、本当におめでとう。応援できて最高。あー、ぽっちゃん、ありがとう。ぽっちゃんもいつも本当ありがとうね。うん。いや、本当に、めちゃくちゃ、成長した、イベントでしたよ。リスナーさんの意地でしたね、今回のイベントは。うん。本当にありがとう。まあ、あとはね、お掃除もできたらなおいいよね。うん。整形行ってくるねかと思った。年内はないかな。ちょっと小町くんの配信見たらさ、もう寒そうじゃん。もうなんかさ、真冬のさ、もくもく帽子かぶってさ、もうちょっと考えられない。もうほんと韓国は寒いからさ、うん、うん、だからまあ年内はないかな。年内はちょっと、まあ来年の、まあ、2月、3月かな、3月、寒いの苦手なんで、カレンダー撮影でよ、うん、来年だね。まあいいや。あ、てか最悪なんだけど、私さ、税理士のさ、なんか支払わなきゃいけないやつさ、間違えて捨てちゃったかもしんない。また来るかな、うちに。また来るかな。間違えて捨てちゃったんだよね。ないんだよ。ドライバーさんだけ雇ってハウス、なんかさ、おすすめの誰か送ってくんない？どこがいいのかわかんない。え、どこに電話したらいいの？怖いんだけど、なんとなく、うん、そうそう、衣装も用意されてるし、うん、税務署でしょ、うん、どこに連絡するの？てか誰か私に税理士紹介してくれない？マジで、うん、ひーちゃんが頼んでるように聞いてみたら、うん、
ひーちゃん、いや、あのほら配信と